ワラシュート2004ウェルター級の3回戦が始まりました。福本陽一対ジャスティン・ブルックマン。体を振って入っていく福本。ブルックマンもこ の, あの7月に行われたあのシュート初めてのカナダ大会で勝利を挙げている選手ですね。いや、あの試合見たんですけどね、すごい右ですか、シャー・フランク・マーシャルアーツ所属で、デビュー戦がクリス・ウィリアム・メーデという選手に1ラウンド26秒の右で倒しましたからね。またちょっと怖い選手がウェルター級に参戦してきたなという外見も少し怖いんですけれども、もともと柔道をやってて、しかも83キロで戦ってた選手なんですね。総合格闘技に関してはそれをここまで落として、差し強いですし、差しからのテイクダウンっていうのはすごい強いですよね。しかしここは逆に福本がトップを取りました。福本はミドル級から、ね、落としてウェルター級来てますから、ね、はい、力では負けないと思いますんで、気持ちが結構あのひょうひょうとしてて動じない選手ですよね、福本は、だからこの外見とかにも惑わされずに戦えるんじゃないですかね。2003年のミドル級の新人王です。その新人王を取った試合は岡田博明に対してハイキックのテクニカルナックアウト勝ちでした。さあバスターヒョス、ブルックマンが前日計量の時に5キロぐらい確か体重を落として、で体重は戻ってると思うんですよ、ある程度。ただスタミナがどうなのか、とにかくもうなんかギリギリこれ危ないんじゃないかっていうぐらいまで体絞ってましたよね。そのあたりも含めて注目したいと思います。さあ上を取っている福本、現在環太平洋ウェルター級の6位、一方下のブルックマンはアメリカ大陸ウェルター級7位です。まあ、こうしてあのワナシュートという舞台だけじゃなくて、まあ、各国の地区タイトルのランカーがね顔合わせるというのも非常に興味深いですよね。もうシュート全体があのワナシュートのコンセプトですよね。あの大会名がついていなくてももう今は、はい、さあ熊本がここで光線をかける下から蹴り上げたブルックマン、こういうの気をつけた方がいいですね。不用意に入っていくと、はい、ダメですよ。さあなおもう上を取り続けます熊本。シャフランコというのがあの彼の師匠のシャフランコというのがあのフラビオ・ベーリングの黒帯を持っている指導者なんで、はい、しっかりした柔術も習っていると思います。横つけ、パンチ落とし、踏みつけます。ちょっと相手に合わせてからラフになってますよね。そうですね、元もイケイケになってますよね、はい、さあ第1ラウンド終了です。この第1ラウンドはサモさんどうですか。福本は取りましたね、攻めたのは福本なんで、はい、さあ福本陽一ジャスティン・ブルックマン相対して、一般の印象でいうともうこんなブルックマンみたいな人が前から来るだけでもちょっと怖いですよね。はい、それは言いますね。さあ第2ラウンドは開始です。いやいや1ラウンド優先試合を進めました。福本左が当たったか、前蹴り入っていきます。このパンチです、これ、ね、一つ一つがすごく荒いんですけど、やっぱこれはもう日本人にはない。あー今のアッパー、これあれですね、やっぱりあの福本あのラフに合わせてると良くないですね。繊細に行きたいですよね、確実に行きたいですよね。決してね上背とかでも負けてるわけではないんで、はい、体格的なハンデはそれほどないと思うんですよ。逆にあの福本の方が身長179センチですから4センチほど高いわけですが、右のあちょっとどうですか。今前腕引っ込みはちょっと、ダメージかなかな、気持ちかどちらかですね、セコンドから宇野薫が見守ります。それからこの右です、あの右腕一本でテクニカルナックアウトのようにも分かる気がします。これはちょっとやっぱりの福本君研修会で厳しい練習を思い出してですね、はい、きっちりきっちり一個ずつ相手を見ていった方がいいですね、チャンスを。パウンドじゃなくて鉄槌ですからね、飛び込んでいって。ジャスティン・ブルックマン、カナダ・オンタリオ州出身ですが、抜きに行きましたね。さあ足も抜いていきます。こういうポジションが危ないんで、逆に言うと一本抜けた状態でだからしっかり対処したいです。スピーディーに動いていかないとパウンドをもらう数が増えてくるんじゃないですか。数字いけますよ。さあここ横です、腕を一本絡めてブルックマン反応れます。福本しかしダブルパンチが待っている。右、これはどうなんだ。さあちょっとレフリーがいます、攻めましたが
ちょっと止めにくかったと思うんですけれどもね、ちょっと今のはダウンにも見えましたね、いい感じだと思うんですね、はい、ここはちょっと福本じっくりもう一度立て直して休んでもいいんで、少しダメージ回復したんですよね、はい、すごいプレッシャーですよね、あのスタンドのプレッシャーは、これやっぱり自分が中にいたいですね、このように、はい、そうですね、うん、飛び込んでいった福本、飛び膝もあります、はい、はでも、はい、ありそうな構えではあるんですけども、また右のパンチが当たったか、抜けた、下から蹴り上げる、足をさばきながら踏みつけ、ここを丁寧にですね、そうですね、そうですね、しっかり上を固めて、現在はハーフ、やっぱり福本としてはもうスタンドに戻りたくないかもしれないですね、ちょっと今横さんとかでも